どうも、皆さん、こんにちは。チャックマスです。本日はですね、ちょっと細かい話ということで、先週末ね、ちょっとできませんでしたので、本日ですね、1週間のキャッシュレス、ホテル、えー、航空会社、まあ、ここら辺のね、ニュースをまとめてね、紹介していきたいなと思います。 ということで、まずですね、こちらポイントサイトハピタスで D カードゴールドがですね、2万5千までポイントサイトの案件でアップしております。これすごいですよね。この D カードゴールドっていうのは、年会費ね、1万1千、初年度からかかるカードなんですけども、2万5千もらえる、発行するだけでもらえるっていう風になりますので、利用していただければ、1万4千ね、黒字で利用することができて、こちらね、公式サイトのね、キャンペーンもやっておりまして、でこちらね、公式サイトのキャンペーンで、こちらですね、1万1千最大ポイント 取れるっっててていう風になっておりまして私みたいにね30歳から39歳の方はこちらクリックしていただくとこちらね5000ポイントとさらに30代の方限定でさらに6000ポイントで合計1 1000ポイントの期間用途限定ポイントがもらえるっていう風になりますでこちらのね 期間用途限定ポイントね、合計1万1000分ということで、こ私の動画でね、何回も言っておりますけども、D ポイントのこの期間限定ポイントっていうのは、まあ D バレーとかでね、消化することもできるっていうふうになりますんで、まあ困ることはないのかな、なんていうふうに思うんですけども、通常ポイントではございませんので、マイルとかにね、交換することができないんですよね。ですけども、ニッコフロッキー使っていただければですね。 こちらね、あの、現金化することもできるっていうふうになりますんで、まあ、こちら現金化していただければですね、先ほど言った通り、初年度から1万1千円かかるわけなんですけども、まあ、実質無料で、もう、丸々2000、2万5千ポイントね、ハピタスのポイント取れるっていうふうになりますんで、こちらね、非常におすすめっていうふうになりますんで、案件なくなる前にですね、ぜひね、利用していただければなと思います。D ポイントの現金化についてはですね、今までね、動画何回もか出しておりますので、概要欄に貼っておきますので、そちらね、参考にしていただければなと。 思います、まあこのねポイントサイトハピタスね私一番おすすめさせていただいてるんですけれどもやはりねマリオットポイントよりもね交換することができるっていう風になりますんでマリオット2万5000ポイントね取れるって考えるとかなりいいですよね。 それでは次にですね、こちら結構強いキャンペーンが来ております。myjcbpay を使って10%キャッシュバックということで、こちらね、myjcbpay っていうのはね、えー、あるわけなんですけども、まああんまりね、使ってる方いらっしゃらないと思いますし、まあ名前すらね、聞いたことない方いらっしゃるかと思うんですけども、こちらね、スマートコードのね、あの、ペイサービスっていう風になりまして、スマートコードといえば、えー、メールペイとかね、ANA ペイとかもこのスマートコードのコード決済なんですけども、まあこれがね、jcb で利用することが がで、きるるっていう風になるんでですよねでそれで、10%キャッシュバックキャンペーンが開催されておりますえ。期間がですね、こちらエントリーが必要になっておりまして、3月の15日から4月の15日、利用期間が3月の16日から4月の15日っていったわちになります。で、キャンペーンエントリーしていただいて、m y j c b ペイを利用していただいて、10%っていうふうになります。で、上限がですね、こちら1000円っていうふうになっておりますので、10%の1000円なので、1万円利用していただければ、1000円がね、返ってくるっていうふうになります。で 増定時期が2 0 2 0年7月。 ご利用明細にしてキャッシュバックっていう風になりますので、こちらね、おそらく、利用金額がなければ、口座に振り込まれるみたいな、まあ、そういった形になると思います。で、対象カードなんですけれども、えー、本キャンペーンは JCB が発行するカードのみが対象ですということで、こちらね、クリックしていただくと、対象外のね、カードが見れるっていう風になっておりまして、残念ながらですね、ANA のカードはね、対象なんですけれども、JAL のクレジットカードはね、このキャンペーン対象外なんですよね。ちょっと残念ではございますけ けれども、えー、こちらね、1万円で1000円返ってくるっていうふうになりますので、まあ、ペイサービスなんでね、まあ、今、いろんなところで利用することできますので、ぜひね、こちら、えー、利用ねしてみていただければなぁと思います。漏れなくもらえるキャンペーンなんでね、非常に強いですよね。それでは次にですね、こちらね、共同ニュースっていうところはね、えー、プレスリースで出すんですけども、えー、クラウドピック。 キャッシュレスレジを通らないウォークスルー無人店舗を関西国際空港の近くのホテルにオープンということで、まあ、私の動画ねずっと見ていただいている方はですね出ると思うんですけどもアメリカニューヨークとかにはですね Amazon Go っていうねコンビニで店員さんがねほとんどいないまあ、あのレジが、ね、ないあのキャッシュレスのねレジを通らないお店っていうのが あるんですよね。それが AmazonGo。まあ、コンビニの人がいないバージョンっていう感じで、まあ、人がいないわけではなくて、品出しとかしてる店員さんはもちろんいるんですけども、まあ、レジがないっていう感じで、AmazonGo の場合は、クレジットカードで入場して、物取ってそのまま帰ってくれば、もう、店を出た時点でですね。 支払いが済んでいるっていうのはこのアマゾン号なんですけども、まあ、同じような、ね、サービスがこの、ね、関西国際空港の近くのホテルにオープンするって言った橋になるんですよねで店舗の特徴ということで人不足に対応しレジがないウォークスルー無人店舗を24時間営業しますということで利用方法は専用のアプリをダウンロードしクレジットカードを登録その後電車の自動改札機の容量でアプリに表示された QR コードで入店し設置されたラッパーゲートを読み取 リ部にかざして入店好きな商品を取って退店すると事前に登録されたクレジットカードで自動的に決済が完了しますということでこちらねインバウンド客をですね1万5000万人達成で目指す労働パップにもね表示されている よようでで専用アプリは日本語英語語語語英中国国タイ語ベトナム語6カ国に対応していいるみたいなんですよねまあこういったものはですね、ちょっとこれね、読み方はわかんないんですけども、このホテルにですね、このね、無人のコンビニみたいなのがですね、オープンするということで、非常にこちらはね、面白そうですよね。まあ私がね、これアマゾン語を利用したのってもう結構前にね、ニューヨーク行った時からあるんですけども、まあ未だにね、日本にアマゾン語ありませんので、こういったものがね、日本に進出するっていうのはね、非常に 白いで是非ね関空、ね、よく行かれる方はですねこういったものがねこのホテルにございますんでまだオープンしてないのかなオープンはもうしてますね3月7日からっていうふうになっておりますんで是非ね行かれてみていただければなと。 思います。それでは次にですね、三井住友カードがですね、プレスリリースを出しておりまして、こちらね、3つぐのね、新しいサービスが展開されるということで、まず1つ目ですね、定額自動入金サービス、2 0 2 4年3月の18日より順次提供開始ということで、毎月お客様ご名義の他銀行からご指定の金額を引き落とし、オリ,バオリーブアカウント申し込み対応口座で自動で入金するサービスです。手数料無料で、 お使いいただけますということで、本サービスをいただくことで、都度入金や振込のお手続きを行うことなく、本人名義間の資金移動が可能となりますということで、えー、こちらね、2024年3月の18日、本日から順次提供開始っていうふうに、 なりますこれが1つ目ですねで2つ目ですねオリーブアカウントえ切り替え機能ということで2024年4月の8日より順次提供開始ということで今までですねこのオリーブってありますよねえクレジットカードポイントカードデビットカードあとキャッシュカードが一緒になったねこの三井住友カードのオリーブなんですけどもこのオリーブっていうのはですね今までですねクレジットカードのランクを上げたかったり下げたかったりすると一度ね解約して さらに希望のランクを再度申し込む必要があったんですよね。ですので、私もね、発行当初、一般カードを発行して、今、プラチナプリファード、私ね、お勧めさせていただいている、アルミツ住スミトのプラチナプリファードの、私はオリーブの方を持ってるんですよね。で、 今後はですね、解約することなく、一般ランク、ゴールドランク、プラチナプリファード3つのランクに、既にご利用の方も自由に変更いただけるようになりますということで、これめちゃくちゃ朗報ですよね。私やりましたけども、これね、本当に全部完了するのにね、2、3週間かかるんで、あの、オリーブって何がめんどくさいかって、キャッシュカードが一体になってるんで、一回解約するとね、また別にキャッシュカード届いて、またキャッシュカードからオリーブに切り替えてみたいなね、まあそういった作業もしなければいけないですし、 アプリで全部やんなきゃいけないので、非常にね、時間もかかってたわけなんですけども、4月の8日より、こちらね、順次提供開始っていうふうになりますんで、 今ね、オリーブを持っていて、今後ね、あの、オリーブアカウントを切り替えたいなって思ってる方はですね、まあ、4月8日以降の方がいいかもしれないですね。このいいかもっていうのはですね、こちら4月の8日からこの切り替えが容易になりますよね。なんですけども、今ね、これやってるんですよね。このゴールドプレシナは初年度年会費無料キャンペーンをずっとやってるんですよね。で、3月31日で一応これ終わる。この後はね、ちょっとよくわかんないんですよね。で、このキャンペーンね、私ずっとやっていくのかなと思って たんですけどもというのも、このオリーブっていうのはですね、クレジットカード、まあゴールドを申し込んだとしますよね。で、審査に落ちたとすると、年会費のかかるデビットカードが届いてしまうんですよね。まあこれはプラチナプリファードも一緒なんですけども、ですので、審査に落ちると、 クレジットカード機能がない年会費有料のカードが届いてしまうっていう風になりますんで、このキャンペーンはね、ずっとやっていくのかななんていう風に思ってたわけなんですけども、まあ一応ね、3月31日で終わるみたいですので、まあ今ね、あの申し込めばこちらが利用することができるっていう風になりますし、まあちょっと面倒くさいですけどね、その代わり4月のね、8日に以降にね、あの申し込んでいただくと、まあ切り替えが容易になるっていう風になりますんで、まあここはね、まあお好みになるかななんていう風に思うわけなんですけども、まあこちら こちはね覚えておいていいいたただきたいなと思いますで、3つ目ですね、家族カード発行開始ということで、4月の16日より順次提供開始予定ということで、オリーブね、とうとう、今ね、このオリーブっていうのは家族カードなかったんですけれども、まあ、今後ね、家族カードもね、発行できるようになるということで、まあ、この三井住友プラチナプリファードゴールドとかはですね、年間ね、利用額によってボーナスポイントをもらえたりですね、こちらね、あの、年会費無料になったりとかね、まあ、そういった 特典がございますよね。そういったのにも、今後ね、家族カード発行できるようになってですね、容易に達成できるようになるかな、なんていうふうに思いますので、家族カードがね、使えるようになるっていうのはね、結構いいのではないのかなと思います。 で、家族カードの概要ということで、えー、対象は本会員がクレジットモードを利用、ご利用いただける方、生計をとみする配偶者、満18歳以上のお子様、高校生を除くっていうふうになります。あと、ご両親ですね。で、えー、年会費は年会費無料、オリーブアカウントランクに問わずということで、えー、っと、ゴールドでもプラチナでも家族カードは無料で発行することができるっていうふうになるんですね。で、申し込み方法は三井住友銀行アプリ、もしくは V パスアプリより申し込み。で、発行枚数は無制限。 とということで申し込みは1回につき1枚までっていう風になるわけなんですけども無制限っていうことは、まあ、3枚でも4枚でも無料で申し込めるっていう風になりますので、まあ、家族でね1つのクレジットカードを利用されたいという方は非常に良さそうですねで利用枠は本会員のご利用枠内で決算口座は本会員のお支払い口座で支払い方法はクレジットモードデビットモードおよびポイント支払いモードのご利用支払い方法変更のご利用は不可ということで、まあ、家族カードはクレジットカード のみででで利用すするることができるっていう感じですか、ね、まあオリーブ持ってる方ね非常に多いと思いますし今回家族カードね発行することができるようになって、まあ、発行したいなって思われる方もね多いかななんていうふうに思いますので是非ねこちらはチェックしてください。 それでは次にですね、家族のお財布ユーザー限定ということで、Apple、え、Pay、ー、Pasmo にチャージまたは定期券の購入で利用額10%還元キャンペーンということで、家族のお財布を Apple Pay に登録して Apple Pay、Pasmo にチャージしていただくと、えー、ご利用期間中合計10%還元上限1000円分、えー、利用することができます。こちらね、定期券の購入も対象になるということで、こちら結構良さそうですよね。えー、この家族のお財布っていうのはですね、えー 家族みんなで使えて、家計管理やお小遣いの見守りに使えるプリペイドカードっていう風になっておりまして、非常にデザインが可愛いですよね。こちらをアップルペンに登録してパスモにチャージしていくと10%還元っていう風になりまして、まあこちらね、パスモにチャージしていただくっていう風になりますので、まあ p だったらね、基本的にね、キャッシュで採用しているところであれば、どこでもね、利用することができるっていう風になりますので、まあ、それで10%還元、まあ1万円利用していただければ10、10%ね、えー 残高としてね、変換していただけるっていう風になりますんで、これもね、結構いいですよね。利用されたことない方はですね、こちらぜひね、利用してみてください。それでは次ですね、青と黄色の V ポイント開始記念。 丸善でいいのかな純駆動書店。えー、三井住友カードのビザ立ち決済でご利用で抽選1000名様に1000円相当の V ポイントプレゼントということで、こちらのキャンペーンはね、抽選という風になりますので、一応ね、この丸善純駆動っていうところで、えー、ビザ立ち利用していただくとね、もしかしたら V ポイント1000円相当抽選で1000名様にね、えー、もらえるかもしれないっていう風になりますので、えー、ぜひね、こちら、エントリーは必要なさそうですよね。 はい。もしね、この利用する予定のある方ございましたら、こちらね、ぜひチェックしてください。それでは次にですね、えー、ローソンで iPhone 等をかざして Apple Pay 決済すると、金土日、えー、全員にポイント10倍キャンペーンっていうのは結構前からね、えー、行われておりまして、こちらね、とうとう終了いたします。2020年3月末日をもって終了し、4月より通常還元率、えー、シャープに、えー、引き続き Apple Wallet での、えー、サービスをお楽しみくださいということで、今までね、ポイント10倍、えー、取れてたわけなんですけども、こちらね、まあ利用された方結構いらっしゃるかと思うんですけども、えー、とうとうね、2020年3月末日で終了っていうふうになります。一応ね、来月以降は通常、えー、還元率でね、えー、もらえるっていうふうになりますので、もしね、あの利用されてるよっていう方はエンドリね、しといていただければなと思います。 それでは次ですね、aupay でクーポンがいくつか来ております。こちらね、えー、2023月18日更新で、サンドラックス、ドラッグトップス ×aupay ということで、この2つのお店ね、aupay2000 円以上利用していただくと、最大10%割引クーポンを aupay アプリ内でプレゼントということで、まあ、事前にね、獲得していただいて利用していただくと、10%オフでね、利用することができるっていうふうになりますんで、 クーポンをね、結構配っておりますので、ぜひね、えー、ゲットしといてください。で、いなげでも同じように2000以上で、えー、最大10%割引クーポンですね。これも3月の18日から、えー、始まっておりまして、またね、こちらはセイコーマートですね。こちらはセイコーマートって確か北海道の方だったと思いますけども、こちらもね、キャンペーン来ているっていうふになりますんで、 ぜひね、北海道方面で、ね、利用される予定のある方は、クーポンね、あの取得して利用ね、していただければなと思います。こちらは500円以上の利用で100円割引のクーポンが a u アプリ、英語ペアプリでプレゼントということで、まあ、どれもね、お得意に利用することできますんでね、ぜひチェックしてください。それでは次にですね、7個で Apple Pay 7個アプリ600万ダウンロード突破記念ということで、こちらね、Apple Pay の7個デビュープレゼントキャンペーンということで、入会してチャージしてやると107個ポイントが もらえるんですよね。まあ、107個ポイント、500ポイントからだったと思いますけども、ANA マイルにね、50%で交換することができて、このね、キャンペーンなんですけども、えどうやらね、これ、新規で iPhone だとね、何枚か作れません、ね。最大5枚だったかな。まあ、作れるんですよね。で、これね、今持ってる方も新規でね、新しいカードを作ってえ、チャージしていただければですね、これを100ポイントね、取れるっていう風になるみたいなので、 期間中にね、1000円でしたね。1000円以上チャージしていただけると100ポイントね、もらえるっていう風になりますので、これはね、やっておきましょう。期間が3月の15日から4月の14日。キャンペーン内容が期間中に iPhone または Apple Watch で Apple Pay の7個新規発行かつ発行いただいた Apple Pay の7個期間中に1000円以上のチャージで107個ポイントプレゼントということで、こちらね、 不要時期はね、記載されておりますんでえ、ぜひね、1000円以上ですね、新規のカードを作ってえチャージしといていただければ、100円もらえるっていう風になりますんで、これはね、非常にいいですよね。 それでは次にですね、羽田空港公式アプリ会員の皆様必見ということで、羽田空港ポイントサービス始まりますということで、羽田空港のですね、利用していただくと2、2%のポイントがもらえる制度が始まるということで、ぜひね、こちらアプリダウンロードしといて、利用ね、していただければなと思います。一応、第1ターミナルと第2ターミナル、お買い物の2%のね、ポイント貯まるっていう風になりますんで、まあ、私の動画のチャンネル見ている方やね、羽田空港を利用される方はね、 非常に多いと思いますので、ぜひね、こちらアプリね、入れて、えお得にね、買い物を楽しんでいただければなと思います。で、このたまったポイントはですね、この溜まったポイントは100ポイント100円で利用する100ポイント前にクーポンに交換することができるみたいなので、まあ、これはね、良さそうですよね。それでは次にですね、こちらね、視聴者の方に教えていただいたんですけども、このね、羽田空港国際線第3ターミナルありますよね。 今ね、最近私の動画でよく言っているプライオリティバスがね、使えるようになったティアットラウンジありますよね。こちらは2月の2日から4月の25日まで改修工事が入るみたいなんですよね。で、今ね、このティアットラウンジ24時間やってるんですけども、暫定のラウンジも24時間営業で利用することができて、場所がね、ちょっと変わるということで、114番ゲートの向かいの上の方にあるね、ラウンジに暫定営業っていう風になるんですよね。これちょっとね、私も いまいちね、場所がわかんないんですけども、これ114番ゲートの斜め向かいの上なんで、先日どこだっけフランクフルトを経由して、スペインのね、マドリードに行きましたけども、あの時にですね、一気に、あの、ANA ラウンジでお寿司が食べれますよっていうね、話をさせていただいたと思うんですよね。まあ、それが今月末でね、終了するわけなんですけども、多分あそこの階の、4階のラウンジっていう風になりますんで、まあ、ちょっと同じ場所かわかんないですけども、あの上か、もしくは同じ場所か、 まあそこら辺にね、この暫定のラウンジっていうのは、 ま、移行するみたいなんですよね。一応ね、改修工事なんで、まあ、このティアットラウンジを改修工事して、まあ、このラン、暫定ラウンジに戻って、またこっちに戻るとは思うんですけども、一応ね、4月の2日から4月の25日までですね、あの、保安検査場の向かいのエスカレーター上がった上のね、ラウンジは利用することができなくなるっていうふうになりますので、この点ね、注意していただきたいなぁと思います。で、またね、スカイラウンジもね、隣にあると思うんですけども、それもね、一緒に改修工事。で、これはね、スカイ ハイラウンジサウスっていう方にね移行こうっていう風になりますんでまあ、この点ね4月2日から25日ね利用することができませんのでねぜひ覚えておいてくださいでこちらがねあの閉まってるということでこっちが24時間営業するみたいですねまあこっちらねカードラウンジっていう風になりますんでまあソフトドリンクと軽食ぐらいしかねないですしアルコールは有料になるわけなんですけどもこのティアットラウンジもね 回収工事入りますんでね。まあ、このね、114番ゲートのラウンジって、まあ、今のね、ティアットラウンジよりからはるかに広いと思うんで、まあ、ずっとこっちでいいんじゃないかな、なんていうふうに思うんですけども、まあ、回収されてどうなるんですかね。今ね、このティアットラウンジってめちゃくちゃ狭いので、常にね、まあ、並んでたり、まあ、深夜便とかだったらそうでもないのかもしれないですけども、まあ、 普通の時間帯はね、結構混雑しておりますので、まあ、全部ね、あの、スカイラウンジがそのまま全部ティアットラウンジになってみたいな感じで運用してもらえるとね、少しね、広くなるのではないかな、なんていうふうに思うんですけども、今ね、結構狭いですもんね。常に並んでるイメージがございますんで、広くなるとね、いいですよね。 それでは次にですね、これね、シンガポール航空のプレスリリースなんですけども、シンガポール航空は新しいダイニングオプションとアメニティキットでプレミアムエコノミーの機内体験を強化しますということで、 こちら3月15日に、ね、発表されたわけなんですけども、シンガポール航空はえ改良されたプレミアムエコノミークラスの機内体験を発表し、これには改善され、拡張された飲食オプション選択と新しいアメニティキットが含まれています。これらは3月31日のフライトから利用可能になりますということで、まあ、ざっと書いてあるわけなんですけども、このね、シンガポール航空のプレミアムエコノミーっていうのが、今後ね、こちらね、出発前に予約することができるブックザクック ありますよね、まあ、私のどっかの動画でね、あの、紹介したと思うんですけれども、このシンガポール航空はね、ビジネスクラス以上、今までね、だったと思いますけれども、このブックザクックってのが予約することができるんですよねえ。最大ね、20種類の料理を拡張されたということで、これがですね、今後、プレミアムエコノミーでも利用することができるようになるみたいですよね。非常に朗報ですよね。で、それ以外にはですね、シャンパンとかもね、利用することができるようになったりですね、本当にビジネスクラス プラスのちょっと下みたいな本当にそのぐらいのね、サービスレベルまで、このね、シンガポール航空の新しいね、プレミアムエコノミーっていうのは、サービスをね、あの、強化するっていうふうにね、発表されましたので、これは非常に朗報ですよね。で、またね、アメニティキットとかもね、もらえるということで、7時間以上のプライドにはねえ、なるみたいなんですけども、アメニティリッ キットももですね陸性質素に応じてもらうことができるっていう風にになりますんでこれはね非常いいいですよね、まあ、こういった感じでね、シンガポール航空で発表されましたので、3月の31日からのね、フライトに関しては、こういった感じで利用することができますので、ぜひ覚えておいてください。それでは次にですね、またまたシンガポール航空なんですけれども、名古屋就航35周年、セントアル、 セントレアからシンガポールへ、そして世界へということで、ラブ SQ 旅結構ずっとね、やっているこのシンガポール航空の、えー、セールなんですけども、こちらね、名古屋就航35周年で、シンガポール航空は、えー、総合運賃年数88なしということで、割引キャンペーンがね、えー、開始になっております。で、期間がですね、3月の21日午前10時から3月の27日。で、登場期間が、えー、10月の1日から2025年の3月の17日っていう風になりますんで、今年の10月 ですから来年の3月の17ということで、約ね、1年先ぐらいのね、キャンペーンっていう風になります。約ね、1年先の登場日のゲえー現えー、スーパーセールっていう感じですかね。で、ご利用クラスがビジネスエコノミーということで、予、え、定、ー、は往復のみで、出発者、成田、羽田、中部、関西、福岡が対象っていう風になります。まあ、今回ね、セントリアがメインのキャンペーンなんですけれども、一応ね、成田、羽田、関区、中部、福岡もね、入って、 おります。で、目的地はシンガポール、ロサンゼルス、クアラルンクプール、ペナン、テンバザール、バンコク、プーケット、シドニー、メルボル、ンブリスベン、バース、アデレード、ケアンズ、ダーウィン、ダッカ、マレ、コロンボ、ヨハネツブルグ、ケープタウンということで、まあ、ここら辺のね、 え、都市が対象になっておりまして、え、先ほどね、言ってると思うんですけども、ネイサーチャージね、かかんないっていうふうになりますんで、歳出運賃でね、え、利用することができれば、ここら辺の価格帯でね、利用することができるっていうふうになりますんで、往復5万円ちょっとでね、シンガポール行けるんだったら、まあ、結構ね、いいのではないのかなと思います。まあ、こういったのがですね、3月の21日からね、え、開始になるっていうふうになりますんで、え、利用予定のある方はぜひチェックしてください。それでは次にですね、ハワイアン航空、 が今ね春の特別セールをやっておりますこちらね東京羽田東京成田からですね え、旅行期間4月の18日から5月の15日、成田発は6月の6日から4月の3日で、ハワイのね、往復のキャンペーンがやっておりまして、私ね、先日こちら調べたんですけども、成田発でね、だいたいこの本当にね、この金額ら辺でね、あの、利用することができて、私が調べたのはね、8万と650円だった80円だったかな。ちょっと、これよりね、ちょっと安い金額でね、表示されたっていう風になりますんで、 ハワイ路線ね、往復で8万6千台だったらね、かなりいいのではないのかな、なんていうふうに思いますので、成田でもね、羽田でも、またね、まあちょっと福岡とか、え、ー 関西、まあ、福岡ぐらいだったいいの関空とかね、まあ、こっちまで行っちゃうとちょっと値段上がったりするんですけども、成田、羽田ね、利用できる方で、4万円ちょっとで、え東京、ホノルルね、利用することができるのであればえ、かなりね、いいのではないのかなと思います。まあ、一応、エコノミークラスにはなりますけどもねえ、ハワイね、狙ってる方、旅行期間こちらになりますけども、えぜひね、チェックしてください。 それでは次ですね、先日ね、えー、紹介させていただいたプリンスマートイン、プリンスホテルの、プリンスホテルのね、グループホテルなわけなんですけども、こちらね、先日宮崎をね、紹介させていただいたんですけども、こちらで、ね、名古屋にも、えー、できるということで、えー、開業日がですね、2 0 2 0年6月の18日に決定しましたということで、えー、プリンスホテルね、利用される予定のある方はぜひね、チェックしておいてください。このプリンスホテルはですね、先日紹介したゴールドプリファードだったりですね、アメックスプラチナとかですね、このプリンス インスホテルのステータスね。もらえるっていう風になりますんで、これはね選択肢が増えるという意味ではですね。かなりねいいですよね。これでは次にですね。ihg のね。ガーナーホテルがですね。この。 ホテル、えー、WBF3 件を取得ということで、大阪のね、このホテル WBF3 件が、えー、IHE のね、ガーナーブランドっていうのがちょっと前にね、あの発表あって、えー、これがね、日本に進出するっていうのはね、ちょっと前に発表されてたわけなんですけども、えー、こちらはですね、なんと、このホテル WBF 本庁と WBF 北船場イースト、 えー、WBF、北船場、ウエスト、この3件をですね、107億円で買収したみたいですね。この3つのホテルはですね、すべてね、新しいこの IHE の、えー、ガーナーホテルブランドで,ですね、運用されていくっていうふうになりますんで、オープン自体はですね、年内って書いてあるんですね。本年内にリブランドしてオープンするみたいですので、まあ、IHE ね、利用されている方にとってはですね、選択肢はね、一気に3つも増えるっていうふうになりますんで、かなり朗報ですよね。 それでは次にペイペイがですね、先日ね、クレカ積み立てのまとめ動画出させていただきましたけれども、あの後ですね、ペイペイ証券、まあ資産運用でね、この上限10万円引き上げがね、発表されました。2 0 2十三3月クレカ積み立ての取引から積み立て上限を5万円から10万円に拡大へということで、ペイペイのね、あの資産運用の この10万円の引き上げっていうのは、まあ、あのポ、もらえるポイントはね、ペイペイポイントっていう風になりますので、まあ、利用される方、ま、そこまで多くないかな、なんていう風に思うんですけども、まあ、今まで5万円だったのがね、10万円まで引き上げになりまして、ポイントの還元率は0.7%、上限350ポイントまで月ね、もらえるっていう風になりますんで、一応ね、こういったのが発表されたっていうことは、頭に入れといてください。 それでは次にですね、JW マリオット SX ハウス、ニューヨークのね、JW マリオットなんですけども、スイートがですね、改装されたみたいで結構注目を集めているみたいなんですよね。セントラルパークのね、目の前のあるね、この、 JW マリオってクスハウスということで、私もね、4年前ぐらいね、宿泊させていただいて、動画もね、一応残っておりまして、まあ今見るとね、非常に、なんだこの動画っていうぐらいね、あの、ちゃんと喋れてないわけなんですけども、一応ね、動画は残っております。私はね、宿泊した客室がね、めちゃくちゃ広くて、まあ、何回もね、店員さんに確認したんですけども、アップグレードしてないしてないって言われたんですけども、どう見てもね、広かったんですよね。まあ、あそあそこがただ単にね、 セントラルパークビューの部屋はああなってるのかどうなのかちょっとわかんないんですけども非常にねあの素敵でまたね目の前にセントラルパークがね眺めることができるということでめちゃくちゃいいホテルだったんですよねまあここのねスイートルームが改装されたということで、えー、最近名前変わりましたけれどもナイトリーアップグレードアワードまあこちらもねこの JW マリオってね申請することができるっていう風になりますんで、えー、ぜひね今後ニューヨーク行かれる予定のある方で JW マリオットちょっと泊まってみたいなっていう 方でプラチナ,以上の方はです、ね、ナイトリーアップグレードアワードね、新しいスイートルームで入れるかもしれませんので、えぜひね、こちら、えー、覚えておいていただきたいなと。 思います。それでは次ですね、先日紹介させていただいた、えー、年会費永年無料キャンペーンがですね、今出ている、セゾンゴールドアメックスクレジットカード、プライオティパスがね、無制限で利用することができて、年会費無料なんでね、1万1000円だけ追加すれば、プライオティパスがね、無制限で使えますよということで、えキャンペーンのね、解説動画なわけなんですけども、なんとね、10万再生もありました。非常に再生していただいて、本当にありがとうございます。いいねも1058、コメントも307ついて、本当にね、ありがたい限り 皆さんのおかげで再生回りましたので、本当にね、ありがとうございます。はい、ということで、今回ですね、ちょっと細かい話ということで、1週間のニュースね、まとめて紹介させていただきました。ちょっとね、あの、動画がなくなって申し訳ございません。で、今回のね、紹介させていただいた公式サイト等々はね、全部概要欄に載せておきますので、え気になるものございましたらですね、ぜひね、チェックしといていただければなぁと思います。 で、先ほどね、紹介させていただいた、こちらのね、セゾンゴールドアメリカンエクスプレスの、初年度年会費無料で、年間1回使っていただくと、次年度も無料になるキャンペーンね、10万再生ね、していただいて、本当にありがとうございます。こちらのキャンペーンね、3月31日で終わってしまうみたいですので、もしね、発行されたいっていう方は、今月中にね、発行していただければな、なんていうふうに思いますので、こちらもね、忘れずに利用していただければな、と思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私 ブログツイッターインスタグラムライン公式アカウント最近ねライン公式アカウントで PP 診断マイル診断マイルクレカ診断ポイントサービ診断ねこちらね無料で利用することができるっていう風になりますんでぜひねチェックしていただければなと思いますということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思いますそれではまた次の動画でお会いいたしましょうバイバイ